参りました、どついたら本部です。よろしくお願いします。私、ヌルデササラと辻森ロショウと言います。普段はもう一人アマヤドレイッチオンちゃんも含めてトリオでやらせてもらってるんですけど、なんや野暮用かなんかで来られへんみたいなんで、今日は二人でやらせてもらいます。どうもすいません、よろしくお願いします。いや、それにしても世の中ほんまに大変なことばっかりですよね。そうですよね。でも俺はこのマイクを通して不安定な世界を生きるみんなを勇気づけたいんや。いや、お前の音程が一番不安定や。言うてもあったかいご飯と味噌汁、ほんでちょっとの笑いがあれば十分幸せやな。ほんまやで、あったかい炊き込みご飯と豚汁、ほんで大爆笑があれば十分幸せや。いや、お前だけちょっと贅沢やな。ほんであったかい敷布団で寝れたら最高や。待て待て、風邪ひくぞ。掛け布団しっかり掛けんかい。いや、掛け布団はぶっ飛んだんやから。いや、布団が吹っ飛んだでええやろ、そこは。乗り越えたる混沌とした世の中はずっと続かんから安心せえ。俺の好きなお好み焼きと一緒や。どういうことよ。